はい、こんばんは、害虫防止技術研究所です。えー、キマダラカメムシ大発生ということで、えー、これは今日家の中で、えー、捕まえた2匹目です。1匹目は枕カバーの中に入ってるという、極めて不思議な入り方でして、えー、枕カバーを洗って、えー、枕につけたんですけど、その時には全く気づかなかったんですよね。で、枕カバーのチャックを閉めたら、そのチャックの中にいると。で、これはまた別に、 えー、まあ、布団の近くを歩いていたということで、この、関西のツヤオ,オカメムシは全く千葉では見ないんですが、この、八千代のこの辺では、このキマダラカメムシ多いんですね。えー、もうこれで、どうでしょう、6匹ぐらい捕まえたでしょうか。この大型カメムシで最大と言われている、このキマダラカメムシ多いですね。で、これ、実験して、 え、三日間ぐらい瓶の中に入れといたんですけど、全然生きてました。え <laughs>、そのビデオまだ投稿しないですけども。結局、自分の匂いで死にませんでした。えー、カメムシの香りが充満した瓶の中で三日ぐらい生きてました。すごいですね。で、他のカメムシ死んでしまったんですけど、これ越冬するのか全然死なないす。すごいですね。生命力抜群です。このキマダラカメムシ。はい。キマダラカメムシです。知った。 これは家の中入ったのでは、もう3匹目ぐらいでしょうかね。はい。千葉県八千代市では、キマダラカメムシ大発生ですね。餌が豊富なんでしょうか。はい。このチャンネルが面白かったか、興味深かった方は、チャンネル登録ぜひよろしくお願いします。できましたら、高評価もよろしくお願いします。はい。捕まえました。キマダラカメムシでした。まあ、結局、この網越しっていうのはあれですよね。はい。えー。 これです。おっきいですね。目とかもすごいはっきりわかるんですよ、これ。かなりでかいですね、これ。まあ、コガ小金虫に近いぐらいの大きさでしょうかあ、指、指の、指と同じぐらいというか、まあ、おっきいですね、とにかく。はい。えー、きまカメムシでした。